同大で死傷、逮捕されたのは名古屋の17歳高校生、殺人未遂容疑、3人を切ったのは間違いない、と供述。15日午前8時半頃、東京都文京区弥生の東京大学農学部正門付近の路上で、大学入学共通テストを受験するため同大を訪れた18歳の高校生の男女2人と同大関係者とみられる男性、72歳、が突然、 男に次々と刃物で背中を切りつけられた。警視庁によると、高校生二人は軽傷とみられるが、男性は重傷。警視庁は近くにいた名古屋市の高校生の少年、17歳、を殺人未遂容疑で現行犯逮捕し、状況を調べている。警視庁幹部によると、少年は持っていた刃物で三人の背中を切りつけるなどし、殺害しようとした疑い、 捜査関係者によると、前を歩いていた高校生2人に突然、後ろから切りつけたという、現場は東大弥生キャンパスにある農学部の正門付近。同キャンパスはこの日に行われた大学入学共通テストの会場で、高校生2人は共に千葉県に住む高校3年の受験生だった。切られた男性は都内在住で自ら約70メートル先の交番に、刺された、と伝えたが、 その後に容態が悪化し、緊急手術を受けている、警視庁の調べに、少年は、三人を切ったのは間違いない、と容疑を認めている、付近で血のついた包丁が見つかり、警視庁は狂気と見て調べている。一方、少年は、周辺で火をつけた、という趣旨の供述もしている、事件直前、現場近くの東京メトロ南北戦闘台全駅の改札付近で、 着火剤を巻いて火をつけられる事件があり、警視庁が関連を調べている、現場の農学部専門付近は規制線が張られるなどしたが、大学入試センターによると、弥生キャンパスを含む東大本郷試験場では予定通り午前9時半から大学入学共通テストを実施した、同試験場では2日間で約3700人が受験する予定になっている、東大本部広報課は、事件の詳細を確認中で、 わかり次第、警備などの対応を検討したい、と話した。